進路、何を悩んでいるんですか？ああ、マキさん、お疲れ様です。先日、火花大隊長からチョコをいただいたのですが、そのお返しをどうしようかと。バレンタインチョコ、ああ、いいな。恋する乙女からの愛の贈り物。どんなチョコでした？花の形の綺麗なチョコでした。いつか綺麗な人からもらえたらって憧れてましたけど、実際こういう贈り物をもらったのが初めての経験でして。シンラはお返しに何を贈ろうと考えていたんですか？ちょうどこの前、美味しそうなマカロンを売っている店を見たので、それにしようかと。マカロン！そんな驚くこと？いいですか？ホワイトデーのお返しには意味があって、マカロンはですね、あなたは特別な人ですって意味なんですよ。特別？それなら火花大隊長は俺にとって特別な人だと思います。アドラバーストについていろいろ調べてくれて、人体発火の謎を解明する大事な仲間で。って、マキさん？いやー、シンラったら大胆。ウブな後輩かと思っていたのに、二人の関係はそんなに進んでたんですね。いいな、いいな。私も白馬の王子様と運命的な出会いをして、素敵なお嫁さんになりたいな。マカロン買いに行こう。